カレー酸水とは、カレー酸水プロジェクトからリリースされた仮想機械を Web ユーザーインターフェース上で管理運用を行うオープンソースソフトウェアである。ここでいう仮想機械とは、Zen、KVM、Ken などの仮想化実装システムを使用してインストールされたゲスト OS のことを指す。カレー酸水は Linux 上で動作する。クライアントは各種操作を Web ブ,ブラウザで行う。 仮想機械のホスト OS 内にこのソフトをインストールすることでゲスト OS の CPU やメモリの使用状況などについての詳細情報の表示をグラフで行うとともに稼働中の仮想マシンの停止や再起動などの管理を行う1.1-0番から新たに KVM をサポートした2.0-0番から新たにホスト OS のシステム監視 グラフレポートなどを行えるようになった。3.00番からソースコード管理を GitHub に移行し、セントス6、レッドハットエンタープライズリナックス6など最新の OS に対応した。なお、本プロジェクトのメンテナーは、ケイフ長山、タイゾ、伊藤、カズヤ、林、淳一篠原、和弘、小倉、ケイスケフカは、広木高安、勝利長岡であり、デザインは、 マサヨシカガミである。実際には存在していない環境をあたかもあるかのように見せる仮想化技術を日本古来の庭園様式である枯山水に見立てたのが由来と言われる。ソースコードは Python で記述されている。仮想機械の管理はリブバートと呼ばれる API を使用することにより、どのような仮想機械でも管理できるように設計されておりリブバート上での API が提供される限りは、 仮想機械の実装に関係なく対応できる。ジョブマネージャーには、PC ルート、Web アプリケーションフレームワークは、Web、パ y テンプレートエンジンには、Maco、リモートデスクトップ機能として、タイトベンクを使用している。バージョン3.0、0より、Web サーバは、ライトトップド、Ginx、Apache に対応している。ありがとうございます。